どうも、散財系 YouTuber の柳谷修衣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は松尾さんの持ち込み企画。今日の企画は何でしょう？ブランドバッグどれをよく使ってるんですか？ベスト5です。ベスト 5？ 私が持ってるハイブランドのバッグの中でよく使っているものを5つご紹介する。そうです。どう使ってるんだろうなっていうのが気になって、どんな服で持つのかとか、どう持ったら様になるのかなみたいな。そうだ普通に持ってますよ。普通に持ってるっていう、その普通が見たいなって。かしこまりました、はい、ということでスタート。バッグを収納してるとこ見せてください。いや、ダメです。事務所 NG。 ダメです。いきましょう。はい、いきます。はい、開けてください。ありません、はい、開けてください。はい、入ります。すいません、事務所 NG なんで。ごめんなさい。ちょっとどれだろう。あ、ここら辺か。ここら辺ですよね。ほらねこんなにあるじゃないですか、ね、ズバリ普段どれをよく使ってるんですか？全部使ってるって。どれが使いやすいのかなっていうのが知りたいんです。ベスト5から順番にあっちに持ってきてください。あっちで待ってます。待ってますよ。え、持ってかなくちゃいけないの？はい、持ってきてください。じゃあなんでこっち来たの？あの、こういうところ見たかったんです。ちょっとやめてください。じゃあ待ってます。持ってきてくださいね。はい、ということで5位。早い。よく使うバッグ第5位はどれでしょう？じゃらん、プラダのキルティングのナイロンのバッグです。松尾さんとみんなでアウトレットに行った時に買ったやつです。覚えてます？覚えてます。いくらぐらいでしたっけ、買った時？お値段はいくらぐらいでしたっけ？14万円か15万円ぐらいだったと思います。お気に入りポイントは荷物が結構たくさん入る。ペットボトル5本6本入ると思うけど、この大きいメイクポーチも余裕で入るし、ペットボトルも縦に入れてちょっとギリ閉まるか閉まらないかぐらいの高さもあるし、バチもしっかりありますので荷物がたくさん入るっていうのと、生地がナイロンっていうのがすごく使いやすいポイントです。ハイブランドのバッグって結構革のバッグが多くて、雨の日とか、あと今夏で暑い時とかに使うと結構革が劣化しちゃうんですよ。で、まあ、大事に使いたいのでお高いものなので、ナイロンとかだと、まあ、雨に濡れてもそんなに神経質になる必要はないし、革の部分もそんなに多くないので結構気軽に使えるっていう、カジュアルな感じで普段使いしやすいっていうのと、やっぱ大きさと、あと肩にかけられるんです、こうやって。ああ、かわいい。だ、使い勝手がすごくいい。だからよく使ってます。月に何回ぐらい？月に2回ぐらい。少ない。はい、はい、これ訂正、月に3回ぐらい。1回増えた。はい、けど私ほらバッグをたくさんちょっと持ってるので、みんな平等に使ってあげなくちゃいけないじゃないですか。だから月に3回でもだいぶヘビロテだって。5位で3回だよ。まあそうですよね。しかも出かけるのって週 2,3 ですから、そう考えるとめっちゃ出てるじゃん。レギュラー出勤だよ。5位でした。続いて4位教えてください。4位はエルメスのピコタンです。ピコタン、はい、小さい方のサイズです。買われた金額はいくらぐらいだったんですか？40ちょいぐらい、44,5,6万円ぐらいでした。どんな風に使ってるんですか？でもこれも結構普段使いしてるかも。カジュアルに、カジュアルなお洋服とか、まあ、こういうワンピースに合わせてももちろん可愛いし、デニムとかそういうラフなスタイルとかに合わせても合うし、このそんなにさ主張がないじゃないですか、うんうん、なんかみたいなのが分かります。エルメスみたいなさ、あ、分かります、言うてること。ビトウみたいな柄とかそういうのがないから、あの、どんなお洋服とかにも合わせやすいし、カジュアルなアイテムと合わせても全然問題ないし、もちろんきれいめなお洋服とかにも使えますし、あと物がやっぱちょうどいいですね。大きすぎず小さすぎず。結構入りそうですね。割と入る。ペットボトルもよく入れてるかも。日傘とかもちょっと出るけど見えてていいなら。私いつもこんな感じです。お気に入りポイントは何でも合わせやすいってことですね。そうですね。あとこれよく見ると、はい、キャバンっていうお色でブラックじゃなくて濃いネイビーなんですよ。可愛くないですか？可愛い。この服と並べるとちょっと分かりますよね。ちょっと青みが。そうそうそう、こっちは一応ネイビーなので可愛いなと思って、でも、まあ、黒っぽいく見えるので使いやすいですし、あとまあこれも、まあ、ハイブランドバッグ大体みんなそうなんですけど、普遍的なもの、うんうん、別に5年後でも10年後でも変わらず素敵なものだと思うし、ずっと長く愛用して愛していけるものだと思うので、そういうところも魅力だなと思います。月に何回使ってるんですか？これはね、5回ぐらい使ってる気がする。
意外と私バッグの入れ替えとかがめんどくさいタイプだから、一回これ使っちゃうと数日間まとめてスーパー行く時もこのまま持てちゃえとかって思う時もあるし、もちろんお出かけの時も使えるし、結構愛用しています。良いはエルメスのピコさんでした。続いて3位は何でしょうか。3位はフェンディのピーカブーです。ピーカブーって言うんですね。いないいないバーって意味ですね、ピーカブーは。お気に入りポイントは、お気に入りポイントは、これも使いやすいですね。このね、ベルトは別売りなんですよ。付属で普通の革のベルトはついてるんですけど、フェンディの一つの醍醐味として別売りのストラップをつけるっていうのが楽しみ方の一つであって、私はそれがすごく好きで、このね、ストラップがつけたかったの。この黒いフリフリのストラップに一目惚れをしてこれを買ったの。順番逆やんって思うでしょ、でこのストラップがすごい可愛いと思って、フェンディのこういう風になってて可愛いです。この金具外すとすごくシンプルじゃないですか。これカジュアルなスタイリングはもちろんなんですけど、ちょっときれいめなお食事に行く時とか、かしこまった感じのとこに行く時にすごく使えるんですよ。で、私結構コンサバなお洋服とかタイトスカートとかタイトなワンピースを着る時が多くて、マジでハマるんですよ。だからすごい使い勝手が良くて、荷物もちょうど良い感じなんですよ。例えば小さめのメイクポーチとお財布とスマホと充電器とかお出かけする時に必要なものは入るから、ちょうどちょうどいい大きさと、ブラックのこういうバッグは絶対使えるんですよ。使えない理由がわからないっていうくらい、何に合わせても可愛い。で、買った時おいくらぐらいだったんですか。これおいくらぐらいだっただろう。でも今いくらするんだろうね、フェディ。でも高かった、60万円台だったような気がします、このバッグだけで。サイズとかあるんですか。これサイズは多分ピーカブーで主に2種類で、多分小さい方です。大きいのはもう一回り大きいのがあるので。大きいのもあるんですね。あります、あります。チェーンもお気に入り。このチェーンをつけるバッグが欲しかった。チェーンはいくらだったんですか。これでも10万円、でもそれぐらいしたような気がします。高いですね。でも大丈夫、日割り計算。次どんぐらい持ってるんですか。時と場合によりますけど5、6回は持ってます。一時期これ去年冬ぐらいほぼ週3ぐらいで持ってた時期もありますぐらい使い勝手がいいですし、めちゃくちゃ気に入ってるので。これを肩にかけたらどう見えるんですか。肩に、でも肩にあまりかけないかも。これは手持ちが多いんですか。これ、あ、まあそうです。基本的にはもうピーカブーはこうやって持ちます。ここ本当に買ってよかった。痛い痛い。3位がフェンディのピーカブーです。はい、はい、第2位ですね。第2位です。じゃれん、マルジェラです。マルジェラ、これちょっとマルジェラの何のバッグかっていうのがわからないんですけど、お布団バッグ、これも覚えてますか。はい、アウトレットで買ったやつですね。はい、何が入るんですか。これあんまり入んない。だいたいいつもこのバッグに入れてるものを教えます、はい、まずはお財布、キーケース、で、スマホだと思ってください。スマホです。以上です。あ、へー。でもこのぐらい入ります。ちょうど良くないですか。え、なんで笑うの。いや、みちみちで可愛いなと思って。みちみちでちょうどこの3種が入るんです。で、おいちょ、こんな感じで背負ってお出かけしてます。正直ここ最近だと一番使ってるかも。あ、月にどんぐらい使ってますか。でもスーパー行くとき大体一緒にいるの、この子。これとあのエコバッグみたいなズタ袋を持っていくんで、結構いるんじゃない。一緒に近所にちょっとご飯食べに行く、スーパーに行くときはもうこれ。白いバッグとかそんなに持ってないので、すごいそれも良かったなって思うし、金具がシルバーなので、今まで出てたやつって全部ゴールドだったじゃないですか、金具が。だから他のバッグと違ってすごく使いやすいなって思うし、荷物が多くない時とかだったらもうこれだけで出かけちゃうかも。いいバッグです。堂々の第1位は何でしょう。ドゥルル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 、じゃじゃん、シャネルのマトラッシェ。キャビアスキー、ブツブツしてるのがキャビアスキー。おいくらぐらいなんですか。これね、今すっごい値上がりしてるんですけど、私が買った時は100万円くらいで、まあそれでもすごい高いんだけど、今いくらなんだ、140万、もっとかな、 1.5 倍ぐらいになってるんですよ、お値段が。これは何が入るんですか。意外とね、この子あんまり入んない。まずこういう風になって、ここにチャックがあって、内蓋みたいなので、中が、あ、この、あ、ちゃんとありがとう、こんな感じですね。中入ってるの、青汁が入ってました。こういう感じでね、はい、あ、なんかまた、なんか、あ、時計見つけた。これ入れるときにさ、普通気づくよね。確かに。そういうとこごめんなさい。よかったですね。じゃあこの時計探してたの。嬉しい。今日ありがとう、来てくれて。この企画をぶち込んでくれて、いやいや言ってごめんなさい。ありがとう、松尾さん。すごい嬉しい。え、何の話。あ、そう。赤が紫で可愛いですねって。
紫、まあ、ちょっとあのエンジ、はい、エンジカラーというかボルドー系の感じですね。なんかこうなってて、ですね、可愛いですよね。ポケットの形面白いですね。可愛いですよ。でこれ後ろにもあるドラえもんのポケットみたいなのがついてますね。そのチェーンは1本なんですか？つながってる？はい、一応1本になっておりますので、斜め掛けにかけても大丈夫だし、はいはい、ここをビリ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 って肩掛けみたいな感じでしても可愛いです。一番のお気に入りポイントはビジュアル、正確にはまとまらせっていう名前じゃなくて、このバッグの自体の正式名称はクラシカルなんちゃらかんちゃらみたいな名前なんですよ確か。まあ、でもシャネルのマトラッセっていうと、まあ、これが皆さん思い浮かぶ形だと思いますし、もう一回り大きい方もあって小さい方です。この一番ベーシックな形を選んだ理由としては、これこそ永遠のアイコニック、20年経ったとしてもシャネルのマトラッセって多分きっと素敵だと思うし、このシャネルのヴィンテージを小粋にモテるマダムになりたい、素敵じゃないですか。素敵ですね。そういうところを夢見た上での投資ですよね。買ってよかった、だって値上がりしてるから。どれくらい持ってるんですか？月に持ってる回数だとちょっと少ないかも。頻度で言うとそこまで普段使いするっていうことではなく、ちょっと高級だからさ。そうですよね。正直荷物は若干入らないです。何が入りますか？これを持ってく時ってちゃんとお出かけしたいんですよ。にしてはちょっと入らないんですよね。この子と容量そんなに変わんないのよ。ほら、本当ですね。わかる？意外で、あとはなんかちょっと横にリップとかをこの縦のここがあるから、横幅の待ちはそんなにないから、さっきの3点セット入れてもうパツパツよ。いい女しか持てないやつなのかな。なんかさ、いい女はさ荷物が少ないみたいな。これよりも荷物が少ない人じゃないと無理かもしれない。さすがの1位、もう堂々の1位です。ありがとうございます。これに合わせたコーデとか見せていただいても。全部5つ分ですか？3つぐらい見たいですね。どのバッグがいい？そのシャネルと、シャネルとマルジェラさんと、あ、マルジェラさん1位、2位に、1位、2位。でもフェンディさんも見たいですね。フェンディさん行きますか？トップ3の、トップ3のコーデを見せていただきたいなと。わかりました、レッツゴー、レッツゴー。フェンディのピーカブーに合わせたコーディネート1でございます。フェンディのお洋服も結構ボディコンシャスというか、ピチピチなワンピースとかタイトスカートが多いですね。はいはい、フェンディのバッグですので、はい、ちょっとそこの雰囲気を壊さないような感じのワンピースをチョイスしてみました。はいはい、どうですか？すごい合ってます、かっこいい。はい、これは丸1っていうことは丸2があるということですね。はい、スカートバージョン、パンツバージョンいきます。じゃあ次お願いします。はい、丸2です。丸2のポイントはベージュの中の締め色黒でございます。きれいめなコンサバな感じのバッグなので、きれいめな雰囲気は落としたコーディネートにしてみました。お色をベージュにして、本来であれば全部ベージュのバッグとか靴でも可愛いとは思うんですが、それだとちょっとこうのっぺーっとしちゃうというか、ぼやける。これでベージュのバッグを持ってももちろん可愛いんですけど、黒を入れることによってコントラストが強くなるので引き締まるかなと勝手に思ってます。 T シャツもゴム袖なので、ちょっと普通の T シャツよりも上品な感じなんですよ。ワイドパンツもカジュアルな感じじゃない、綺麗めのワイドパンツにしました。高見えしますよね、お洋服も、はい、ということで丸1、じゃーん、キラキラのシルバーのがチラチラついて可愛いですよね。可愛いです。で、お靴はマルジェラです。可愛いですよね、旅バレー。バッグはさっきストラップがついてたと思うんですけど、はい、ちょっとタイトスカート合わせなので、はいはい、ストラップを外してちょっとクラッチっぽく持ってみました。マルジェラっぽいカジュアルとモードの融合みたいな感じのが可愛いなと思ったので、はいはい、私の持ってるお洋服の中でマルジェラ感が出せる組み合わせにしてみました。小さなこだわりなんですけど、例えばマルジェラのバッグを持って他にもブランドもののお洋服とかお靴とかを入れたいっていう時は、やっぱ同じブランド同士で合わせてあげるのが一番魅力が発揮できると思ってるんですよ。なので今回はお靴をちょっとマルジェラ合わせにしてみました。あとポイントとしては金具の色とアクセサリーとかそういうシルバーとかが他に入るんだったら色を合わせてます。はいはいはい、例えば今は、まあ、見えてないですけど、これさっき言ったシルバー金具じゃないですか、はいはいはい、なので、スカートのこのキラキラもシルバー、はいはい、ここもシルバー。なるほど。で、もしアクセサリーをつけるんだったらシルバーにします。統一感、はい、勉強になります。現場からは以上です。マルジェラのバッグの2 はい、じゃーん。本当に近所に行く時の
感じです。ちょうどお尻も隠れて二の腕もカバーできて、最近こういう感じの T シャツにハマってます。お尻と二の腕が隠れるサイズにユニクロのスキニーパンツですね。近所に行く時です。コーディネートって感じじゃないんですけど、いつも打ち合わせとかだとこういう感じですよね、はい、そうですねあとはなんかちょっとキャップとかバケハとかかぶって出かけてることが多いです。斜め掛けできてカジュアルなのでダルギには見えないですよね。さすがマルジェラさんのおかげです。あとアクセサリーも、まあ、今はあえてつけてきましたけど、はい、やっぱりつけるときは金具がシルバーだからこっちもシルバーで合わせてます。ありがとうございます。リアルなコーディネートです。丸1。シャネルのマトラッセの華やかさに負けないような感じのスタイリングで、ブラックでシンプルに、モード感もありつつも華やかな感じで、お靴は先ほど言いましたが同じブランドで、本当に形自体はすごいシンプルで、ちょっとこの肩の肌見せがあるので華やかな感じで、このマトラッセと相性は良いような気がします。ドレッシーなものとかと合わせるとグッとパーティー感が出ますので、このお食事だったりとか、どうやりたい時とか、なんかそういう時とかにもいいですよね。そうですね、はい、オールブラックにゴールドを入れるとお色味的にもすごく華やかになりますので、私はすごく好きです。肌見せのポイントとしては肩がしっかり肌見せができているので、はい、逆に足とかはあんまり見せないっていうのが私の個人的なこだわりです。素敵です。でもデニムが苦しいのでいろいろ悔い改めたいと思います。はい。丸2。なるほど、はい、テーマはパリのシャレたシャンゼリゼ。パリのカフェでいや、いそうですよ。本当、はい、パリジェンヌって呼んでいいよ。こういう感じのスタイリングでカジュアルにシャネルを持つっていうのもすごく可愛いなというか、あんまり気張りすぎず、はいはい、このシャネルのマトラッセを持つ、可愛い、可愛いですこんな風にも持てるんだって感じです、ね、なんか逆によいしょ何にもないと、はい、まあ可愛いですけど、ちょっと寂しいじゃないですか。斜め掛けしてアクセサリー代わりみたいな感じで入れることでちょっと華やかになって、華やかですね。シャネルのマトラッセはアクセサリー代わり。頻度が多いの5つ紹介していただきましたが、最近の一番のお気に入り1個ありますか？最近のお気に入りですか？はい、最近はじゃだん、じゃだん、ロエベのゾウさんです。ロエベのゾウさん、夏になるとこのベルト分かります？ロゴが入ったかわいいジャガードのベルトのバッグが欲しくなるんです。あ、なるほど。カジュアルな T シャツとかワンピースとかに可愛くないですか？可愛いです。 T シャツとデニムとかタンクトップとデニムとか、はいはい、まあ、こういうシンプルなワンピースとかに合う気がするので、うん、使う頻度が高くなります。ありがとうございますありがとうございます。番外編でした。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。お邪魔しました。少しでも参考になれば嬉しいなと思いましたけど、本当にもう一生この企画はやめてくださいもう本当にありがとうございました。本当に今後そういう企画をすいません。